今日吉本コレカ店の紹介をさせていただきます。僕たちミルクボーイです。よろしくお願いします。そして、マユリカです。お願いします。お願いします。いやもうこの2組で、はい、コレカ店のね紹介をさせていただくということで、はい、すごいですよ本当。いや確かにね、EXIT とか和牛さんとか、はい、そういう人気者のコレカもあるのに、はい、そうです。我々2組がどういうつもりですか。いやいやもう奇跡やんか。いやもう奇跡です。人生がね、ちょっとマユリカなんか今も人気あるそうですよね。いやいやいや全然全然、うん、いや写真集がなんかめちゃくちゃ売れてとか、はい、どうなんですか実感は。実感、まあ、そう、僕たちもあまり自体を飲み込めてないと思うんですけど。どうなってんねん。なんか進んでいってるけども。はい、2700冊なぜか売れたし。ギリギリ写真集が。すごいね、ほんまにね。すごいです。いや、ありがたいですね。ね、はい、いやちょっと今この、はい、吉本を推してる2組で紹介を、はい、お願いします。ほんまですか。そう、それはもちろんですよ。ということで吉本コレカのね、はい、紹介をさせていただきます、はい、まずですね皆さん吉本コレカはご存知でしょうか、はい、なんと累計販売200万枚のコレカでございまして、はい、すごいんですけども、その吉本コレカをですね、はい、最初の頃からほぼ全てを展示するのがこの吉本コレカ展なんですね。おで3月に東京で開催された時は、はい、なんと8000人のお客様が来た。すごい、すごいですね。すごいよね。8000人。なんかそういう博物館とか美術館とかでもね、そんなに。いや、多分。来ないんじゃないですか。皆さん熱がこう高いんですよ、多分。そう、見たいというお客さんがたくさんいるということで。うんうん、で今日からですね、7月7日まで、はいはい、なんばグランド花月1回吉本エンタメショップで開催されるということで、はいはい、大阪ではこれを開催されるのは初めて、はい、ということですかね。はいはい、大丈夫ですか。マイクが。あれマイクが入ってない。ミルクさんのマイク、下を長押し。下を長押し。あ、マイクが入ってない状態で。あ、地声やったんですか。はい、ただの重みでしたね。手が重いだけでしょ。長押しらしい。ここですか。あ、変わった。マイクに入ってないまま今とこ始まってました。あ、そうなんですか。気づかんぐらいこう出てましたよ。あ、入りました。あ、入りました。あ、入りました。あ、ちゃうちゃう。ありがとうございます。お願いします。ということで、まあ、コレカと言いましてもね、はい、今もこのカード、この現物だけじゃなくてですね、はい、もうだいぶ進化しておりまして、紙のコレカの他にデジタルコレカ、はい、そうなんですよ。携帯で見れるような。これがすごいね。そうなんです。はい、これね、スマホの画面とかをに出てきまして、うん、その画面を長押しすると、はい、カードが動いたり、喋ったりするということで、でここでしか見れない芸人撮り下ろしの動画も楽しめる、はい、そしてシリアルナンバー付きで所有権が証明された世界で1枚の動くデジタルトレーディングカードになっているということで。あ、そうなんですね。世界唯一のシリアルナンバーもあった。そう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 。じゃあかぶらへんってことね、誰とも。そうそうそう、自分だけのカードほんまに世界で一つということでね、はい、僕らも撮りましたよね。撮りましたよね。なんで嫌そうにしたの。いや、撮りましたよ。やりましたよもん。撮らしてもらったよ。いや、なんか別にね、なんかギャグとかも特にないないんですけど、一発ギャグお願いしますとか。そうなのよ、結構無茶ぶりでね、結構無茶ぶり、なんかシチュエーションのなんか、そう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 、一言お願いしますとか。そう、その場で山盛りのメニューを。そうですよ、大喜利で言ったら5、6台。確かに、しかもあれ、まあ俺らだけかもしれんけど、朝早かった、3時半ぐらいやったと思われたもん。体感ね、めっちゃ早かった。早すぎ、もっと早かった。7時とかや、ほんま早かったよ。朝7時、3時半ぐらいが大喜利の5台ぐらいの。いや、そうですね、そう、3時半に撮ったと思ってちょっと見てみよう。顔を送りまくってますから。そうですね、本当にコンディション最悪、コンディション最悪の状態で。朝じゃなかった、前とか。僕らは夕方から夜にかかって。あー、ええやん、コンディションいいやん。いや、でも寝てなかったんですよね、確かあの時。一睡もしなくて。そんなことは言えない。クオリティのそのハードルを下げたもんね。いや、そうですね。ちょっと動画もね、それぞれ見れるということで、はい、そしてですね、吉本コレカ展では第1弾、第2弾、そして今回のサードエディションの一部、はい、631枚以上ものの、歴代のカードが一挙展示されているということで。すごいですよ、これ。これですよね、ほんまに。すごいすごい。めちゃくちゃあるで。僕らは、第2弾から参加させていただいて、第2弾かな。第2弾と、セカンドエディション。セカンドエディション。ぬいぐるみとかね、こう抱きながら。あーった、第2弾はこのぬいぐるみを抱いて、あ、抱いてどうぞみたいなのがあって。ぬいぐるみを抱いてどうぞっていう。どう抱きますかみたいな。そう、どう抱くぬいぐるみ。あの人はこう抱きましたけど、あなたどう抱きますかみたいな。ほんで、マユリカはサード。サードから。サードから。はい。
あ、そっか、すごいな、これ全部見れるからだいぶ楽しめますよね。そういうことだね。あー、すごいね。いや、これが、3月でも、東京で開催されたということで、はいはい、今回大阪で開催されるにあたっての新企画がございます、はい、それが吉本コレプリ。はい、コレプリ、はい、吉本コレコのフレームで好きな芸人さんと一緒に写真シール撮影ができまして、はい、シールプリントに加えてスマートフォンにも保存、 SNS にも投稿できるという。すごい、これすごい。え、マユリカは体験したんですよね。もうさっきちょっといち早く体験させていただいて、はいはいはい、どうでした？いや、すごいですよ。だってあの700円でそのもうそのあのアプリあのなんかのあのいきなり700円、まず700円ですけど、携帯も送れるやつと、あとプリントされたやつも、はい、2つともいけますから。ああ、そっかそっか。もうサイズ もこれぐらいですよね。でっかいでっかいな、はい、すぐめっちゃ操作も簡単で、簡単ですぐ取ったら出てくるし、はい、ええー、はい、そりゃそうやろ。あれ1日ぐらい待たなあかんねん。それはまだ言ってないですよ。すぐ出てくるよ。出てくる、出てくる。ストレスだどこ押してんねん、どこ押してんねん。いや、その芸人の種類も1種類とかじゃない。いや、そりゃそうやろ。いっぱいあるやろ。なんで1種類だけであれ撮ってるとこ周りに見られないんだよ。いや、そりゃそうやろ。そういう前にカーテンあるから、押すとこ間違えてんねん。でも、そう、いろんな人と撮れる。いろんな人、はい、推しの芸人さんの間に挟まれて撮ったりとか。ああ、めっちゃええやん、はい、だ50音順でその芸人さんがアーからサーの芸人とかで撮って、そう、分かれてるんですよ。アーからサーとかアーとかナーとか、ターからさ、俺らターからハーとか、そうそうそう、なんか怖くない、はい、選びやすいな、選びやすい、はい、やすい、あ、押しやすいと、そう、押しやすいですよ。あ、すごいね。顔はめのやつとかもあったりして、ザジが、そう、ザジになれたりとか、はい、そう、木崎さんの立ってこれのところにはめれたりとか。あ、めっちゃええやん、それは。めっちゃいいです。で、それを SNS にも投稿できるんですよ。はい、で、あの、投稿も、はい、投稿できるってこれすごいね。もう東京にはなかったらしくて、今日この大阪からのスタートらしいですから。あ、そうか、はい、そうだね。今日スタートで、これから流行る。これはどこで、ここの中にあるんですか？そこの左曲がったところ。機械あるわ。ほんまや、ほんまや。あ、ほんまや、ある。しかも2台あります。2台ある、はい、あ、すごい。とんでもいい。ある程度大丈夫です。回転も早いです。あ、すごい。流れることをもう絶対前提としてるっていうことですね。そうですね。人気やから、やっぱり。すごいなぁ。いいね。あ、でもやってみたいですね。やってみたいです。楽しかったです。そしてこのコレカ店がですね、はい、入場無料となっておりまして。これはすごいわ。はい。しかもですね、特別に、なんばグランド花月に来たお客さんが、タッチするだけで、ファニー吉本デジタルコレカをランダムで1種類、うん、1人1枚もらえるんですよ。うわぁ、大盤振る舞いですね。大盤振る舞い。そうですね。ボードがありますけどね。そう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 。はい、これ僕らね、紹介させていただきまして。これやったんですね。あの、本当にあの NGK のロビーに、はい、こういうあのボードがありまして、はい、そこであのスマホのアプリをダウンロードして、はい、まあ、最初から持ってる方はあるんですけども、うんうんうん、なんかタッチするところがあって、うん、そこにタッチしたら、1枚無料で。なんだろうね。そう。ルーレットみたいにね、そう。ルルルって画面が変わって、バンって誰っていうのが出てくるんですよね。一回ね、体験しましたら、はい、僕がダウン東の、はい、大東が当たりまして、はい、当たった、まあまあそうです。当たった、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 外れましてって言わへん。当たって、そう、当たって、出てきた。そりゃそうです。当たって、そうですね、次ゴマスもやったら、はい、僕は次東が出てきた。ダブル東が出てきた。ダブル東が出てきた。まだもうなはずやのに、ダブル東が出てきた。2回しかまだやってないんですけど、ダブル東しか出てないので、どうなるかっていうのは、いろんな人、いろんな人、たまたまですかね。ランダムでダブル東が入ってるだけかもしれない。あれがあるんですね。そう、だから来た方はこれを無料で1枚もらえるということです。すごい、キャンペーン中ですね。キャンペーンをやっております。うん、さあ、ということでね、その2つの紹介なんですけども、はい、本当にね、もうすごいですよ。もういろ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 あります。はい。なんかいろいろ。いろいろ。いろいろ。迷子になってますか？言ってくださいよ。はい、いや、いろいろ、なんかね、会場限定のノベルティカードがあったりとか、はい、そうなんですよ。マユリカはなんかすごい、もうあれなんでしょ、これコレカの宣伝を結構担ってるんでしょ。そう、ここでなんかその YouTube の撮影とかはさせてもらって、うん、だいたいこういうものがあるっていう紹介をさせてもらったんですけど、そうなんですよ。だから例えばあの目の前にあるね、このグッズ、あ、はいはいはい、バインダーとか、はい、コレカケース、そう、コレカをこう挟めるこのオリジナルバインダーがあるんですけど、へ、こういうのを買うと、うん、ランダムで20枚の中から1枚キラ
ーカードもらえたりとか、そうなの、ノベルティーカードっていうのがあったりはするんですよ。あ、すごいな。カード交換ボードっていうのもすごいですよ。もう何これね、あれの好きに取っていいんですよ。で、1枚差し込んだらあの中身の好きに入れて、そうそうなの。だからカードダメした時とか交換所みたいなことなんですか。そうそうそう、みんながあのね、あの数十枚の中に、うん、マルセイユの別府さん4人おるんやめたれよお前、交換所におるやん。そうなんですよ、びっくりしました。俺もおるよ。いますよ、いますいます。はい、すごいな。はい、でもなんか集めてる人からしたら、めっちゃいいですよ。お宝の場所よね、これは。別府さん推しの人がいたら、そうか、ここは宝の山です。そうですよ。交換、自分のやつを1枚刺して、こっからまた、そうなんですよ。あめっちゃより別府がまた溜まっていくかもしれない。そうですね、別府さんのボードになる。全部別府さんになる。全部別府さんになる。あります。そういうなんかお客さんのノリみたいなのも生まれるかもしれない。そうですね、交流の場にもなる。ほんまやね、すごいな、いろいろありますね。でも631枚もありますから、結構これ見るだけでも圧巻ですね。そうですね。これはなんかあれ、写真とか撮ってもいいんかな。わかんない、これは誰、どうなる。ここは別に決めてなかった。ここは誰とも撮っていいよ。全部撮影可能。すごいね。だからちょっと歴史感じるというか、はいはい、なんか前の衣装の人がいたりとか。あ、そうなんですね。なんかそうよね。はあ、あれ第1弾か、あっちが。僕は第1弾は入ってない。入ってないです。うん、第1弾はなんかみんなのパーツとか、ナダルのメーカーとか模索してる感じがありますね。思いますね。それぞれチャームポイントをカードにしてる。あ、キス顔とかやん、上に、はいはい、ありましたね、ありましたね。へー、すごい、これ歴史も感じれるということになっております。うん、はい、さあ、ではですね、ここで、はい、それぞれのコンビが気になるこれか、うん、ありましたら発表していきましょう。マユリカ、はい、ありますか。気になるこれか、ここから、ここからか。第3弾とかで言うと、おう、もう第3弾。第3弾ね。やっぱりでも、これあの、アートカードですね。これあの、自分らで自由にこうイラストを描いたやつが入っていらっしゃわれてるやつで、はいはいはい、やっぱ個性が出るし、はい、まあ、使える人は中野とか僕もそうですけど、あのイラストを描くような、うん、はい、芸人のやつとかはそのイラストも楽しめるという。今回第3弾から出た新しい試みのカードですね。はー、かわいいね、このカードは。アートカード、名付けたなんそれとか書いてますし、うん、これ僕で言ったらこのデートカードって言ってこのデートのね、シチュエーションのカードなんですけど、はいはいはい、エルフの春がね、あのバイトの休憩所みたいなところに相手がどこでデートしてるの、バイトの喫煙所みたいなところにどこでやらされてるという。狭そうだね、バックヤード。はい、バックヤード。へぇ、でも結構種類もあって、あ、すごい、あ、なんかモフモフのをかぶったりとか。これ超ウルトラレアです。むっちゃレアです。え、そうなの。これかなり数少ないです。前よりかはこんなん撮ってないですもん。だからこの選ばれた芸人だけが。ミルクボーイさんもこれ撮ってない。この衣装を手にしてるやつがこれのことね。はい、そうです。こっちですね。ああ、撮ってないわ。はい、ちゃんとこういうところが泳がれして、なんでここにおんねんっていう。みんなこんな若手にも告知してるやろ。ある人はあるんですね。これそうなんです。超レアなカードもあるということで、はいはい、衣装をかけてもなかったの俺らの時僕らも用意も初めてここで見ました。はい、着るか着らんかとかじゃなかったかな、はい、どうですか、ゴマさん、おすすめのカード。でもこの、うん、やっぱ別府のカードがありますけどね。別府さん、別府さん、別府は交換されてるけど、一応ずっと前からずっと参加はしてる。参加はしてますよ。すごいね。あと、その歴史を感じると言いましたけど、はい、こんな時期あったっけっていうカードありまして、ジュリエッタ・イジリさんの茶髪時代のカードがあって、そんな時あったかって、あの茶髪の時あったかって、セカンドシーズン、多分その、ゴマさんの前の上のやつの、多分下から2段目ぐらいのやつですね。ああ、ほんまや、ほんまやね、茶髪や。茶髪のイジリさん、だちょうどその時期に多分撮ったっていう。これもレアやね。数日、そういう意味ではレア。数日間だけじゃそんなのも見れないんで。身に覚えがない茶髪です。すごいなぁ。あ、でも、そういうのは河合さんのパーマ時代もある。あぁ、そんなもん。あ、ほんまや。パーマ時代。ほんまや。かなりレアな時ですね。これもレアやな。ほんまやね。あ、すごい。これちょっといろいろ面白いね。そうです。ちょっと歴史見てられますね。ファンの方ね、来られたらずっとこれ見られてるわ。はい、すごいですよ。
ということで、はい、気になったやつは終わりですね。これでね。終わりましたよ。何を言う。大丈夫です。聞いてましたか。なんかボードがあるって書いてるから。ボードがある。ボードないんですね。ボード。ノーメイクなしの。メイクもなかった。メイクなかったですね。ありえますそんなの。トレカの撮影でメイクなし。大体ね、メイクちょっと綺麗にしますけども。髭がうっすら見えてる。いや、うっすらというか、青髭もろ出しですから。全面に青髭が。それはお前持ってこいやん。一回手入れなかった、メイクさんに。メイクなかった。なかった。全くなかったんで、もう。浮き出しの方からですね。はい。あー、でももうすごい、これが当たるんですよ。裏にもう、これはちょっとあれ、もう、まあ、これ特別に見せますね。はいはいはい、こういうなんか直筆の情報が、そう、情報もいろいろ書いてるんですよ。相方の可愛いところ、可愛いところ、キュートカードだから可愛いところ多分付き合ってるってこと。はい。僕はまあ相方の可愛いところ、どでかいほくろって。どでかいですもん、ね。はい。どでかい、いや、どでかい。どでかいって言われてさ、出すのはずいよね。どでかいよ。ハードル超えるぐらいどでかいですよ。どでかないって。なんか当たり前みたいにつけてるけど、どでかい。想像以上にどでかい。どでかないよ。で、僕は、相方の可愛いところは、ネタ帳に文字を書き間違えたら、ちゃんとね、修正テープで消すって。そんな芸人いますか？確かに、大体ぐちゃぐちゃぐちゃ。ちゃんと修正テープでビーって言って分からない。結局後で分からない。わめですね、だいぶね。わめ、かわいいでしょ。はい。マジかどうですか？はい。僕は相方の可愛いところは、5年前に別れた元カノの歯ブラシをサランラップに巻いて保存している。何が可愛い。おい、可愛いやろ。触れ上がってまうの。忘れられないっていう。何してやれよ。何してやれよ。そうなの。いや、これマジなんですよ。マジなんかよ。マジやからこそ触れ上がんねんか。怖いってこれ。5年寝かしてんの。こんな女の子がこれカードをゲットしてこれ見たら怖いやん。忘れられないんで。どこがたまたまでの。たまたまでないやん。その片身がそれしか大事にしてたって言ったんですよ。怖いわ。怖くて自分では M1 の結果発表見れないと思ってた。で確認して俺に送ってくれというのが。ああ、そうなんや。それはあれ、上の方、準決勝とかその発表。そうですね。3回戦ぐらいからもうちょっと見れない。3回戦ぐらいからも自分で見ない。それは、でもそれなんか意外な。それはそうや、キュートでは。キュートですね。キュートね。いろんなキュートが見れる。上が怖すぎて、ほらやろ、これ。キュートなところちゃうって、これ。ねえ、や、こういうのも書いてるということで。全部コンビのが見れるわけやもんね。そうね、気になりますね。いろんな人がありますよ。ぜひ集めて見てほしい。楽しい。さあ、マユリカは、このカードエディションの、はい、撮影の時に、なんかあったということで。いや、そうなんですね。そうなんですね。はい。なんかこういうのって大体合成なんで、はいはい、デートカードとかね、あのグリーンバックっていう、あの緑色の布の前で取って、はいはいはい、あ、そうですね、はい、切り取って合成していただくんですけど、うん、相方のこのズボンがグリーンで、あ、ほんまや、めちゃくちゃグリーン、もう全部飛ぶやんっていうことになって、うん、ブルーバックに変えていただいたんですけど、はい、今度僕の上半身に変えていっていう、うわー、ついてないなぁ、なんかなり苦労したんですよ。あ、ほんまやね、俺、はい、これらも緑と、そうやね、あ、ほんまや、ほんとですね、そうね、意外と飛ばへんねん、これは。色の深さやろ。なんかもうマジでカーテンの色やもん、かなり鮮やかな緑やもん。そうやな、だいぶ苦労されて、もうだから透けてまうもんね。そう、透けて上半身しか映ってないから、はい、で今度こっちやったらここがほんまもう、はい、あ、ほんなもう入れ替えて大変やったね。だいぶなんか調整をめちゃくちゃしてくれて、だいぶかかりました、時間が。そうなんです。じゃあそれぞれの秘話とかあるやろね。いや、あると思います、あると思いますね。ねえ、まあ、ということで、吉本これか展が始まるということでございますので、はいはい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。